はい、こんにちは。ハローマット、A さんでーす。何時 ?11 時54分。今日何日？土曜日なんだけど。11時54分です。マスタクラインの、ブドウマスタクラインの入り口からですね。今日はね、朝のね、5時起きでね、タイヤ交換してたの。フロントリア。もうね、だいぶ減ってるね。で、このフロントタイヤがね、WR もらってきたんで、持ってきた時から、このタイヤパターン反対向きになっててね、逆向きになってて、すんごい恥ずかしかったから、もう早く交換したいなぁと思って、で、やっと交換しましたね、タイヤ。で、今回は、ダンロップだっけ？ダンロップだかの OEM のデューロ。デューロっていうタイヤです。だいたい1万1000くらいかな。1107017。こっち後ろが1407017。デューロ。どんな感じのあれなんかね。あんまり安すぎであれなんかなっても思うんだけど、結構、俺は OEM だから、多分、それなりのグリップはすると思うんだよな。で、タイヤの皮むきがてら、プラッと、スイーツでも食べに行きたいと思います。長老沼とかあの辺。多分スイーツ食えと思うんだよな。コロナ禍でやってねえかな。わかんないけど。ちょっと宮城県の長老沼あたりまで行ってみたいと思いますね。さらっと。皮むきがてら。結構ね、ミドコンじゃかっこいいんだけどね。このタイヤのパターンとかね。いかにもっていう感じで。デューロ。ちょっと試し運転ですね。はい、じゃあ行ってみたいと思いますね。あと120キロくらいは走れるから大丈夫だべ。七ヶ宿くらいまではね、七ヶ宿あたりで一回給油だな。よし、行ってみるぞ。どんな感じのタイヤなのか。1万1000円くらいでね、アマゾンでね、買ってもそれなりのグリップだったらいいかなと思って、まあ今回秋頃からね、西日本放浪の旅ヘルメットおじさんやるからね、まあそんなに峠を飛ばすようなっていうよりは、まあ減ってもいいようなタイヤがいいかなと。安くてね、それなりにねって思ってます。いや、チューブ入りのタイヤだとね、タイヤ交換もめんどくせえ。チューブレスばっかり慣れてるとめんどくさい。チューブやりそうでね、やらかしそうで、ほんと、まあ慣れてる人だとちゃちゃちゃいってやるんだろうけど、俺はめんどくせえな。めんどくさかったです。これどの辺のグリップ力なもんだか、マスタグラインね。そんなに飛ばさないで、まあ普通に行きたいと思いますね。まあ普通に街乗りする分にはそんな悪くねえんじゃねえのかな。多分街乗りする分には普通にグリップすると思うけどね。雨の日でもなんでもね、このタイヤパターンも悪くないし、手で触った感じもそんなんでもないしね、なんかグリップしそうなゴム質だし大丈夫じゃないと、多分大丈夫だと思うな。大丈夫そうな気がしますね。どこから指示が宿に行こう。そこだけだ。そこだけ。どっから指示が宿に行こうかなと。
門峰抜けて林道抜けていきますか。まっすぐ113号線幹線道路行っても面白くないから、国道三角形の門峰峠で、まあ茂庭からは通行止めのはずなんだけど、その手前から七ヶ宿方面林道あるから、林道抜けて行ってみますか。まあそんな悪くない、まあ、普通にね、そんなガンガン飛ばすようなのだとどうだかわかんねえけど、まあ普通に走る分にはタイヤがね、やっぱり新品だからなんか変なんか変弾が見えっていうかね、普通にまん丸いでしょタイヤの表面がね、なんか変今までのタイヤに慣れすぎだからかもしれないけど、なんか変ですね。はい、じゃあ鳩峰峠から林道越えて行ってみたいと思いますね。ダブルRか今の。よし、行くぞ。感染防止、外出は短時間で。なんでかかってる？全長8メートル。多分脱げれんのかな、福島ね。茂庭から先通行止めって、この前、ヘルメットおじさん、2021年のバイクの日に、鳩峰の頂上まで行ったんだけど、その時は茂庭まで通行止めってかかってたんだけど、茂庭からか。福島県の福島市の茂庭から、通行止めってかかってたんだけど、もしかしたら通行止め解除になったのかな、わかんないけどね。いや、とりあえず、はい、国道三角形鳩峰峠行ってみたいと思いますね。バイクの日以来です。なんかね、まあ悪くないよこのタイヤ、悪くない悪くない。 Amazon のリビューでもね、そんなに悪い評価はなかったから、まあ安く済ませたい人は十分かもしれない。これでもう走りを極めるっつったら危ねえかもしんねえけど、普通に乗れますね。ちょっとね、ビートがね、タイヤはめるときに、あの新品のタイヤのこのビート、耳の部分の切れ、なんていうのかな、カットしてるとこがね、丸くカットしてるとこがちょっと雑だった。雑だったけど、まあすんなり入りましたよ、普通にね、ビートクリームなんてね。はい、じゃあ鳩峰峠入ってきます。あー、やっぱり今日もね、30度を超えてるんですよ、山形県沖玉地方。だからやっぱり山の方がね、涼しいような気がするんだけど、気がするんだけど、多分山の上でも暑いと思う、多分暑いと思うよ。そんなにそんなには山の上だからって涼しいっていうことはねえと思うな、多分な。やっぱ標高高くなってくると少しは涼しいな、いくらかね。いや、今日もね、もうちょいね、明け方前からね、タイヤ交換すればよかった。昨日の夜とかね、明け方前、いや、もうね、朝の7時頃になったらもう暑くてね、もう暑くて暑くて、もう途中でね、リアタイヤ交換したあたりでもう嫌になってフロントタイヤめんどくせえなって、30分以上もうタバコ吸ってもう やる気なくてねやっと終わしましたよ人のだとね、他人のだと、まあ、さっさと押さなきゃいけねえなって思うんだけど自分のは、あんまりめんどくせえってしか思わねえんだな、人様のと違ってねちっちゃい栗の木、栗、落ちてるね、ちっちゃい栗。鳩峰峠面白いですよ、来たときない人、来てみてくださいね。素晴らしく、ひどい道だから北
してみてください。来た時ない人はね、まあバイクだったら普通に走れますからね。今回のね、西日本の旅もね、国道とかいろいろ走ってみようかなって思ってるんだよな。日本三大国道、日本三大国道もあるけど、日本三大国道を上回る国道っていうのもねあるからね。まあ仕事では通った時ねえんだな俺はな。仕事ではそういうとこは通った時ねえけど、150番台国道もすごいよね。150番台国道もね。俺昔まだ20代の頃、トラック4トン車ね、まだ21かな22くらいの時、国道151号線っていうやつをトヨタに向かおうとしてるね。ちょうど土曜日積み置きで月曜着だったもんだから、下道で行かなきゃいけなくて、新潟周りで行った時に、おこの151号線が意外と近いなと思って、なんだっけかな、駒ヶ根からね、ずーっと来て駒ヶ根通って153から151に切り替えて、阿南だったかな、阿南っていうとこ通ってたんだけど、砂利道でね、いやーあれは焦った。もう多分ダートではないと思うけど、今はねもうね20年以上経ってるからね、ダートではねえと思うけど、151号線はダートでした。4トン車のウィングで、まさか俺ダート走って思わなかったな。結構な距離ダート走ったよ、151号線ね。よし、あの辺近辺、中部近辺も面白そうな道いっぱいあるよなと思って、まあ、中部あたりもちょっと攻めてみたいなって思ってるんだけど、じゃあ鳩峰もうちょい頂上ですね。誰が行くかな。まあいろいろざっくばらんに行きたいと思いますね。あんまり考えてもしょうがねえから。まあ綺麗でしょ、老いたも一望綺麗でしょ。ざっくばらんにちょっとピンポイントだけ少し考えておいて、ざっくばらんにでも行こうかなと思ってますね。だいたいいるね。何したんですか。どれか通行止め、よし、ゴこっからあの稲子地区、稲子集落から鳩峰じゃねえや志々ヶ宿の方行ってみたいと思いますね。稲子集落ですね。で、志々ヶ宿方面あるでしょ、行けっかな。あ、やっぱこの先は通行止めなんだ。やっぱりここを左へ行けと。やっぱこっちから回り道なんだね。はい、じゃあここから林道ですね。稲子集落からね、こっからね、丸一そば、志々ヶ宿の丸一そばのとこに出るんだけど、はい、行ってみたいと思います。多分ね、もうね、前ここずーっと工事で通行止めだったんだけど、多分もうダートはないんだな。ダートはないと思うな。全部舗装になったでしょ多分。舗装になったはずだ。この辺全部工事中でね。俺何で来た時だ、俺デファーで来た時かな。何だったい、ゲンチャリ、違うな、デファーで来たんじゃねえかな。ああ失敗したと思って昔ねみんなバイクになんか道譲ってる暇なんかねえや、こっちは仕事してんだよって思ってるはずだ。俺だったら思う俺だったら思う間違いなく引きずりなのこれ。ガコーンってトラニオンガコーンって音して聞こえたな。なんかツーデフっていうイメージがあるけど、引きずりなのかな。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。
本当にヘルメットおじさんは山の中しか走らないんですねって言われるな。また言われるな、多分な。面白いんだ山の中。ただ単にそんなまっすぐの道ばっかり走ってるより、もうある程度走ったからね。あと山の方だけなんだヘルメットおじさん走んのは。おう、ある程度は幹線道路は走ってるから、東北は。おお、走るとこはね、あとは山の行ってないとこ、林道とかね、行ってないとこをね、行きたいんですよ。で、こいつを R 化しようかなって、WR 君をね、R 化しようかなっても思ったんだけど、ちょっとセローが手に入りそうだから、ちょっとまだ考えてます。ちょっとね、セローをね、まあそんな新しい手じゃねえんだけど、手に入りそうだから、R 化するお金あるなら、セローの方がいいんじゃねえかっていうことで、ちょっと俺の知り合いの人がね、持ってるんだな。持ってるから、それを、キードイであげるって言われて、多分乗ってねえから、譲ってくれるはずだっていうので、だからとりあえずはこの WR の R かは、ちょっと、おいおい、やっかやんないかっていうところですね。セローが手に入ればやんないで、このまま X のままでね、いきますけどね。まあちょこっとね、林道行くくらいなら X でもいいんだ、普通に、モタードでもね。ただね、ガジでね、山ん中行こうかと思うと、やっぱりオンロードタイヤよりやっぱトレイルタイヤの方がね、間違いないよね。オンロードタイヤはちょっと、広いし、やっぱり21インチのね、17インチよりはね、フロントね、21インチの方がやっぱり走りやすいわけですよ、大きいタイヤの方がね。だからまあちょっと旅とかね、一人で行く時なんか、ちょっとここ行ってみようかくらいの感じでのあれはいいけど、ガチのオフロードはちょっと21インチ R 化がセローで、セローがまあ何か乗れるオフロードバイク見つかったら乗りたいと思います。でね、さっきのあの稲子地区ってあったでしょ、稲子集落っていうのがヘルメットおじさんある、あのいる地元につながるとこがあるんです。多分今もう行けねえんだ、もう獣道見たくなって多分行けねえと思うんだけど、松茸ラインのふもとにね、稲子原っていうとこあるから、そこ昔ね、俺の親父が言うには稲子原から稲子地区に、稲子集落に行けたって、子供の頃は行けたって言ってた。子供の頃は、今はもう行けねえんだと思う、多分もう廃道なんだべな、多分な、廃道なんだろうけど、昔は行けだって俺の親父が言ってましたよ、死んだ親父がね。スキードゥーがなんかすごいでっけえな、ヤマハっぽいな、違う、わかんないんだけど、なんかジェットスキーのイメージだと、いやジェットスキーやスノーモービルのイメージだと、なんかヤマハとかね、スキードゥとかね、あのなんだっけ、なんかあるよね、ちょっとあの聞いた時のない、ヤマハだった、 500cc くらいだな、さっきの、なんかもうちょい大きく見えたな、600、700くらいかな。
はい、長老湖まで約 5.1 キロです。あー、やっぱり山涼しい山涼しいな。気持ちいいけど、そう、長老湖もあるそうだな。走ってではね、涼しいけどね、止まったはずそうだ。長老湖だ、こう左、長老湖。スイーツ食べれっかな、そこだけだな。やってねえかもしれないし、やってねえかもしれないし、どうなのかな。昔3、4回食べた時あるんだけど、おばちゃんがやる気がなければそのままないかもしれないし営業する気があればやってるだろうからどうだろうね、行ってみないと何とも言えないね。やってねえかな、なんかやってなさそうだな。と行ってみるか。うん。ちょうどわかる。あ、ちょうどわかる。やってっかな。あ、やってねえ。やっぱりやってねえよ。何これ、珍百景。これ珍百景、令和元年10月20日放送。このお地蔵様はとてもご利益のある地蔵様です。子育て地蔵、お賽銭舐めてる人いるの。あ、いるね。なに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 、ねえなあ、ちょうど6倍いて見て、しばらくの間休業します。今回の元ブログは何にも面白いことなく、普通にただ空振りしてしまったっていう感じですね。おトイレ、トイレ回ってんか、トイレ回ってんか。ゲルクッション、ゲルクッションがなんかおかしくなってる、すごいことになってる、ゲルクッション。意外とペタペタしてるよ。ペタペタしてて、いい感じだと思うけどな。デューロタイヤね。今日はデューロタイラのインプレッションです。今日はただタイヤだけの話でしたね。普通に悪くないよ。悪くない。ただ耳硬い。硬いから、やっとタイヤレバーではほんと辛い。あのトラックのタイヤレバー、この長いのね、ガーンってやると一発でパッていくんだろうけど、中にチューブ入ってるから、ああ、そこ怖いね。チューブ入れで、タイヤレバーはね、押し込みだけ、ヘルメットおじさんの家の近くからすぐの、
ガソリンスタンド何百メートルくらいで、100メートルくらい、150メートル200メートルくらいのところにガソリンスタンドで、そこで押し込みだけ、ごめんやらせてって言ってタイヤチェンジ明かりでささっとやりましたね。はい、じゃあ今日はタイヤのインプレッションでした。アマゾンで1万1000円くらい、1万円か、約1万円で買えるデューロタイヤ。まあ普通に街乗り、普通に走る分には十分走れると思います。雨の日はまだわかんねえんだけど、多分大丈夫でしょ。それではご視聴ありがとうございました。次の更新の時にはね、多分ね、西日本放浪の旅始まってると思うから、多分ね、もしかしたらあのスマホとか何かで撮ったのをコンビニの Wi-Fi とか使って、もしかしたら動画更新するかもしれませんね。ちょっとわかりません、その辺は。それではご視聴ありがとうございました。ヘルメットおじさんのプラットツーリング終わりたいと思います。またねー。